坂本三之助坂本三之助昭和11年12月16日は日本の官僚、政治家、詩人、配合、三橋、画号、貧園尾張国愛知軍鳴ル村に長井正しいの三男として生まれる。縦分けを許された河野長井家は尾張藩に仕え、儒学、徘徊、佐道に通じる子孫が多かったという。父は鳴ル長井家の11代目。 京武氏。官務兵士両権流をさだしの初夜である長井氏の、冒険で、親、イタスを外する、ナルオ長井氏の後裔である。旧一郎の詩集、ライヤオ各衆によれば、ナルオの長井氏は、長井直勝の諸子、正直に始まっている。元老院議官、坂本正平の婿養子となり、内務官僚を等を経て、1九百二年から、福井県知事、1九百七年から、 鹿児島県知事を歴任。1911年7月4日から1917年まで名古屋市長を務めた。また1911年8月24日から1934年4月6日まで貴族院直選議員を務めた。名古屋市長退職後、日本赤十字社副社長、一新市編さん回総裁を歴任。百三十四年、数密顧問官。 1920年から終わり徳川家のご相談人となった。師匠得意とし、名古屋市長時代は、貧源市長と呼ばれて親しまれた。貴重面な性格で、貴族院議員時代、法案を書いた紙を必ず議席に持っていき、その要点を書き抜いた上で、賛成反対の態度を決めていた。ありがとうございます。